皆さんこんにちは。元アイドル歌手で女優として活躍していた浅田美代子さん、その天然ぶりにいつしかバラエティでの活躍が目立つようになりました。今回はそんな浅田美代子さんの経歴、恋愛や結婚、病気などについて見ていきたいと思います。浅田美代子さんは1956年2月15日に東京都港区で生まれました。血液型は B 型、身長は157センチです。浅田美代子さんは東京神谷町で自動車修理工場を経営する両親のもと、二人兄弟の長女として誕生すると、幼い頃から洋服が大好きで、デパートに連れて行ってもらうと飽きることなく洋服売り場を眺めていたそうで、洋裁が得意なお母さんに雑誌を見ながら、あれがいい、これがいいとおねだりして気に入った洋服を作ってもらっていたそうです。また浅田美代子さんは小学生の頃はクラシックバレエ、オルガン、英語を習うなど裕福な家庭で育ったそうですが、その一方で男の子と一緒に木登りをして遊ぶのが好きな天真爛漫でおてんばな女の子だったそうです。そんな浅田美代子さんは、両親の女の子には受験の苦労をさせたくないとの意向により、自宅から歩いて行ける場所にあった東京女学館の小学校を受験させられたそうですが、友達と別れることが嫌でたまらず、面接で名前を聞かれた際には、なんと、ない、ママ、帰ろうと言い、当然のことながら不合格に。すると帰り道ではお母さんから、あれだけ練習したのにと怒られ、その後不合格の通知が届くと再び怒られたそうで、浅田さんは足踏みミシンの下に隠れたそうです。それでも中学生になる前には再度東京女学館を受験したそうで、今度は無事入学を果たすと、中学卒業後はそのままエスカレーター式で高校に進学したそうです。ただ東京女学館は校則が厳しいお嬢様学校だったそうで、その反動でか浅田美代子さんは高校時代はいつも授業をサボって保健室で過ごし、夜は両親が寝た後こっそり家を抜け出して六本木のディスコに遊びに行っていたそうです。そして浅田美代子さんは高校2年生だった1972年にスカウトされます。しかし両親が反対したため、すんなりと芸能界入りとはなりませんでした。スカウトした芸営事務所は、せめてドラマ時間ですよの新人オーディションにと提案。このオーディションで浅田美代子さんは約2万5000人もの中から選ばれます。このことで両親も芸能界入りを許可しました。翌1973年人気ドラマ時間ですよのお手伝い役でデビューを果たしました。高い視聴率を誇っていた同ドラマの出演で浅田美代子さんはたちまちスターの座へと押し上げられました。また劇中歌の赤い風船で歌手デビューも果たします。この年の新人歌手の中では最大のヒットとなり、1973年第15回日本レコード大賞で新人賞を受賞しました。その後も人気ドラマに立て続けに起用され、映画や歌もヒットし続けます。しかしそんな人気絶頂の中、浅田美代子さんは1975年に以前から交際の噂があったフォークシンガーの吉田拓郎さんと結婚します。二人の出会いのきっかけは1975年ドラマ懐かし機械の歌で共演したことです。しかも吉田拓郎さんはもともと彼女のファンだったため、彼の方から積極的にアプローチしたようです。しかし吉田拓郎さんは当時既婚者で、かつ1歳半の娘さんもいました。そんな中、浅田美代子さんと親しかったキキキリンさんが彼女を心配して、夫の内田裕也さんと共に吉田拓郎さんのもとへ乗り込んだそう。キキキリンさんは時間ですよで共演以来、浅田美代子さんを娘のように可愛がっていたようです。娘のように可愛がっている後輩が既婚者の男と付き合い始めたとすれば、心配するのは当然ですね。内田裕也さんが吉田拓郎さんを問い詰めると、彼は真剣に付き合っていますと回答。結婚を前提に付き合っていることを確認した内田夫婦は、
納得して帰ったといいます。1975年、吉田拓郎さんはラジオの深夜番組で、女房と暮らすのは耐えられないと発言。その際、浅田美代子さんとの交際は否定したものの、妻とは性格が合わなかったとして離婚を宣言しました。すると浅田美代子さんが彼との交際を宣言。そんなこんなで、それ以降順調に交際を続け、愛を育んでいきました。結果的に2人は1977年に結婚。夫は31歳、妻は21歳という実際差の夫婦でした。そして吉田拓郎さんとの結婚を機に、浅田美代子さんは芸能界を引退、専業主婦になりました。ですが結婚生活は順調ではなかったようで、結婚から約7年後の1984年に離婚をします。離婚理由については正式には明かされていません。浅田美代子さんは離婚直後、母親から借金をしていたそう。吉田拓郎さんとの離婚後、浅田美代子さんへのドラマの出演オファーがどれも不幸な役柄ばかりだったそう。浅田美代子さんは当時のことについて、あの当時は離婚がそんなになかったから、不幸な役ばっかりが来てこのイメージがつくと嫌だと思ったからと出演オファーを断っていたそうです。そして全然お金がなくなっちゃって、家賃もどうしようっていう感じだったんで、うちの母親から借金してと伝え、またさらに母には浅田美代子という商品への投資だと思ってでと話し、お金を借りたそうです。その後、1992年開始の TBS 系さんまのスーパーからクリテレビのオファーがきっかけで持ち直したそうです。実は離婚前の1983年に浅田美代子さんは芸能界に復帰しており、映画やドラマに出演し多忙でした。この芸能界復帰はシングルになることを見越してのものだろうと当時も言われていました。芸能界復帰した浅田美代子さんは映画やドラマの仕事もしながら、徐々にバラエティ番組の出演へとシフトしていきます。というのも、芸能界復帰後にもともと親交があったお笑い芸人の明石家さんまさん司会のバラエティ番組に出演したところ、どがつくほどの天然ぶりに視聴者や明石家さんまさんが面白がって食いついたからです。それ以降、明石家さんまさんの冠番組を中心にバラエティ番組への出演が激増しました。しかし反面、バラエティ番組でついたおバカキャラがたたってしまったのか、映画やドラマへの出演は減っていきます。またこの頃、あまりにも明石家さんまさんと親しくしていることから、2人は付き合っているのではないかと噂が上がっていました。しかし実際のところは噂だけで、2人は交際していませんでした。浅田美代子さんは当時を振り返って、2人とも仕事が多く、同志とか同級生みたいで、そういう感じにはならなかった、このように話しています。さらに、友達が強すぎる、そういう人っているよねとも語っていました。さんまさんと付き合っているという噂のせいでモテなかったという暴露も。しかしマネージャーが暴露したところによると、これまで3人ほどの男性からプロポーズされたそうです。浅田美代子さんはこれに対し、結婚というのが今一つ無理だったかなとゴールインに至らなかった理由も明かしています。では、今も浅田美代子さんが結婚を考える人がいないのでしょうか。実は完熟結婚するのではないかと言われる男性が一人いることが最近になって話題になっています。その人物は元内閣総理大臣の小泉純一郎さんです。浅田美代子さんは2023年に67歳の誕生日を迎えたのですが、その際、誕生日ウィークとして何度も誕生会をしています。その時に更新したインスタグラムに、大好きな大切な友人に祝ってもらいましたと、さまざまな人たちに祝ってもらっている写真をいろいろとアップしたのですが、当然そうそうたるメンバーが揃っています。その中に何と小泉純一郎さんの姿が。これには世間もかなりの驚きを持ちました。小泉純一郎さんが写っている写真は5人ほどしかいない親密な会食のようで、小泉純一郎さんもかなり上機嫌でグラスを片手に乾杯ポーズを披露しています。しかも
浅田美代子さんとはほとんど距離がなく、小泉純一郎さんは浅田美代子さんの近くにいる喜びを隠せない雰囲気でした。浅田美代子さんも満面の笑みで、誰が見ても熟年カップルに見えたといいます。二人ともバツイチで、離婚をした時期も近いので、似た境遇に話も合うのではないでしょうか。小泉純一郎さんは浅田美代子さんの底抜けに明るい性格と、一方で女性としてのフェロモンあふれる美貌も気に入っているといいます。浅田美代子さんも小泉純一郎さんの豪放磊落な性格やインテリさも兼ね備えたナイスミドルゼンとした外見も好んでおり、周囲には小泉さんって素敵と明かしているそうです。二人が親しくなった経緯などは分かっていませんが、二人ともシングル同士でゴールインしてもおかしくはなく、本人たちもまんざらではないのではないでしょうか。そんな浅田美代子さんですが、病気で闘病をしているのではないかと噂になっています。その病気はガンで、浅田美代子さんの現在を検索すると必ず出てくるワードです。しかし深掘りをしていっても、浅田美代子さんがガンで闘病中であるという根拠はありませんでした。なぜこのような噂が出たのでしょうか。それは浅田美代子さんが2001年に急性リンパ性白血病で母親を亡くしていることが原因の一つのようです。急性リンパ性白血病は血液のがんです。また生前非常に懇意にしていた女優のキキキリンさんも2018年にがんでこの世を去ったことから、浅田美代子さんの名前とともに闘病や病気というワードが出てきているようです。現在の浅田美代子さんは病気どころか女優業の傍ら精力的に動物愛護活動をしています。具体的には犬や猫の殺処分ゼロを目指す保護活動をしており、自身も保護した犬4匹との暮らしを送っています。しかも浅田美代子さんは愛犬たちのために白亜の豪邸を別荘として購入しているほどの溺愛ぶりです。別荘を購入した理由としては、2015年に引き取った愛犬たちがストレスをためずに快適な生活を送れるようにと、千葉県の沿岸部に立つ2億円の別荘を何とキャッシュで購入したそうです。この別荘に関しては愛犬以外にも男性といるところを目撃されており、新しい恋人ではないかと噂になりましたが、週刊誌の取材に対して、あはは、残念でした、弟です。新しい恋、あらやだ、この様子を見たら分かりません。ワンちゃんたちが4匹もいて、これ以上どうやったら人間が入るんだろうって、と新恋人説を否定しています。浅田美代子さんは購入について、少しでもこの子、愛犬たちのストレスを解放させてあげられたらと、それで決めたお家なんですよ。今は4匹いますが、東京では周りに気を使って2匹ずつ散歩させなきゃならなかったりする。でも向こうではみんな一緒に仲良く海沿いをお散歩させてやれるでしょう、と語っています。彼女がこれほどの愛犬家になったきっかけは、最愛の母の死だったそうです。母を亡くした後、私の日常を支えてくれたのは2匹の愛犬でした。どんなに悲しくても、犬にご飯をやらなきゃ、散歩に連れて行かなきゃという責任があると、家にこもって泣いてばかりいられません、と語っており、自分を救ってくれたワンコたちへの恩返しの意味もありそうです。浅田美代子さんは今後について、今まで通り笑って生きていけたら良いですよね。これから映画の撮影などがあるので、それが終わったらまたこの子たちを連れてゆっくりリゾートライフを楽しみたいですね。そこは冬晴れの時には富士山が見えるんですよ。目の前に夕日が沈んでしびれちゃいますよ。その夕日を見ながらワインでもいっぱい、もう最高ですね、と現在の生活を満喫しているようです。いかがでしたでしょうか。今回は浅田美代子さんをご紹介しました。今後の活躍にも期待していきましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。